皆さん、こんにちは。ダルマ屋6代目です。ということで、いやー、もうちょっとね、悩みましたね、今回も。今回のオーダーは、こちらのね、黒地の絞りの振袖を羽織にしたいっていうご注文で、まあ、他のお店で無理って言われたとかね、振袖を羽織にしたのもったいないって友達に言われたとか、まあ、そういう紆余曲折あって、まあ、うちのね、付け下げを羽織に仕立て直したっていう事例の紹介っていうのを見ていただいて、じゃあここのお店ならできるかもっていうことでですね、うちに相談に来てくれたんですが、悩んだ。まあちょっとこれからやるんですけど、もう頭の中でこう設計の段階でもうどんだけ時間使ったんだっていう、まあ、お客様とねお受けした時に、まあこういう感じでいきましょうっていうんで、じゃあそれで行こうってなったんですけど、その後もちょっとほどいちゃう前に完成図をちょっとイメージして設計しとかないと、こう洗い張り終わって和裁者に出すまでにやっぱ時間1ヶ月とかねかかってくるので、その間に忘れちゃうから、もう一回改めてちゃんとこう設計をね、こう頭の中でっていうか、まあ紙に書いたりしてたんですが、まあどんな感じで作ろうとしているかをですね取っておいて、振袖からね、もう訪問着もそうですね、袖の長さは別に関係ないというか、そんなに問題ではないので、まあ、柄を生かして裾のね、メインの柄を生かして羽織にするパターンの、まあ、事例を紹介しようかなと思っております。はい、着物はね、まあ、振袖に関わらず上前のね、この部分がメインの柄なの で、ここの柄を羽織に生かそうとすると、羽織っておはしょりもしないし、着物より見たく短いんで、まあ、裾からシンプルに作ると中途半端な位置で終わっちゃうんですね。なので、まあ、裾の位置を少し上げて、肩山がね、ちょうどいい感じのところになるようなところで裁断して、で、後ろ身頃と前身頃をね、肩山でつないで羽織にしようかなと。まあ、前回のその付け下げを羽織にしたのは、もっと特殊なことやってて、脇縫いを背縫いに持ってってるんでね、あれは今回はちょっとより複雑なんですが、もう今回も柄合わせどうしようっていうのをもう散々悩んだんですが、結論的には割とシンプルに裾からいいところを取って、だいたいこの着物でいうとですね、この辺りの打ち上げのところね、この打ち上げの手前にこの柄があるんですけど、この辺を肩山にするのがいいかなと思っております。ちょっとこれ袖隠して、この辺ね、この辺が、まあ、僕とね身長を着る方大体同じぐらいなんで、この辺を肩山にして、あとは裾はね結構長めの羽織にするので、ふくらはぎぐらいまでをこうここから測っていって作ると、もう上前あと、まあ、それさえ決まっちゃえばあとは流れで決まっていくので、まあ、その形がいいかなと。でそうするとこのね袖付けの柄、これつながってるんですけど、もうここはもう絶対につなげられないので、雰囲気で柄を、まあ、違和感なるべくないように身頃とつなげるっていう感じですかね。ここはね、こう柄の途中で袖口側は終わってるし、まあ、袖付けのところも、最初からまあ合ってなければそういうもんかなっていう感じになる気がするので、まあ、そんな感じでやってみようと。まあ結論的にはシンプルですね。はい、肩山の位置を決めて、そこから希望の身丈の部分を取って、前身頃と後ろ身頃、その同じところで高さで切って、肩山で縫ってつなげると。で無地とかだとそのつなげ目の、ね、縫い目は結構目立っちゃうんですけど、今回総絞りでかのこ絞りの柄なので、縫い目のところもね肩山そんなに目立たなくなると僕は思うんで、なるべくねこうかのこ合わせて縫えば結構いけるんじゃないかなと。相当な技量が試されますけどね、これは。まあ、そんな感じで、振袖から羽織を作ってみたいと思っております。ということで結果どうなるでしょうか。はい、ということで、羽織ができました。まあ後でちょっとアップでお見せしようと思いますが、まあ、全体的にはこんな感じですね。僕はまあ考えた通りというか、上前の打ち上げより少し下のあたりの柄のトップを肩山に持ってこようっていうことで、こうね柄そうなってるでしょ。でお客様の希望の身丈のところで柄をまあ終わらせるという感じの羽織になったわけですね。はい、こうそんなにこう袖とのつなぎ目もまあそんなに違和感なくできたなと思ってるんですけど、いかがでしょうかね。はい、裏側も見てみましょうか。背中側ですかね。
手縫いがね、まあ、こんな感じ、ね、まあ、ここはね、まあ、柄合わせてるんでね、はい、だいぶ柄は、いい感じになってますが、で打ち上げのあたりで着物を切って片山で繋いでるので、じゃあ片山の縫い目がどれぐらい目立っちゃうかっていうところなんですけど、見ると分かりますか？ここが縫い目です。ほら、ここね、ここに線が、縫い目があるんですけど、ほとんど分からなくないですか？これすごいでしょ。まあ鹿の子絞りだったっていうのがまあ非常にね良くて、無地だとね縫い目がやっぱはっきり分かっちゃうんですけど、まあ、こういうね細かい柄だと逆に縫い目が全く分かんなくなっちゃうんですね、はい、これは言われなきゃ本人も気づかないかもしれないですね、はい、ということで、ちょっとね今まで振袖とかこう訪問着を羽織にするって断ってきてたんですけど、去年やった付け下げを羽織にするっていうのをやって以来、柄によってはありだなぁとちょっと思い始めちゃいましたね、僕も。まあ、結構苦労するんですけど、まあ喜んでいただけたら良いなぁと思っております。はい、ということで、個人的にはうまくいって満足満足と、お客さんにあとはこう納品して、どうかなというところでございます。ということで、まあ、今回は振袖を羽織に仕立て直すという、僕は今までやらないつもりでいたことにチャレンジしてみた結果です。いかがだったでしょうか？また次回も引き続きチャンネル登録していってください。バイ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 。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。 LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページ、もしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。